成の半年後最高の自分になる経営学の始まりです。今日はですね、仕事が大事なんで、この気持ちのいい仕事ぶりをするための話をしていきたいと思いますけど、この気持ちいい仕事ぶりをするのって何が大事かって言ったら、自分のテンションを上げるだけじゃなくって、周りの人も気分よく仕事してる人の周りには数字も呼ぶし、お金も呼ぶし、いい人も呼ぶし、何より運気が上がるし、お客様の幸せも変わってくるし、悪いことが一つもないんですよ。でもこのいい仕事をするための仕事ぶりでどんなことが必要なのかって言ったら、意外と皆さん分かってないんですよね。私この仕事ぶりっていうのに関しては嫌っていうほどですね、もうちっちゃい頃からこう父を見てきて、いろんな商いさんたちを見てきて、まあ、リヤカーで売る魚を売る人たちですよね。そういう人たちを見て、売れる人と売れない人の差っていうのをずっと見てきたんですね。やっぱりですね、愛嬌があって人懐っこくってよく喋って、このおばちゃん好かれるだろうなという人の売り上げは高いんですよ。やっぱりそれがなんか計算高くなく、人当たりがよくって、なんか人懐っこくって、なんかもう肝っ玉母ちゃんみたいな、そういう人たちの魚が売れてるんですね。ただ父がずっと言ってたのが、本気でこのもう仕事ぶり自体、気持ちのいい仕事ぶりをこうしている人たちの周りっていうのは、人が集まってお金が集まって、仕事の原点がそこだって言ってたんです。でそこでですね、誰でもなれるかって言ったらなれるんですよ。そのコツを今日はちょっと簡単にお伝えしていきたいと思います。まずですね、仕事ってもう一番何が必要かってこれだけなんですよ。まだまだの精神、自分がまだまだの精神でいると何かあった時には人のせいにしないんですね。意外とですね、まだまだの精神っていうのがなくって、人のせいにしたり、自分はそこはしてません、間違ってません、自分の我を通すっていう人の集まりになると、いざこざが始まってしまうんですね。意外とですね、自分は間違ってない、自分のその言葉を通す、自分の意見を通す、それを仕事としている人が多いんですよ。でも相手が言わんとすることを一回飲み込んで、ああなるほどなと納得していける、あ自分がまだまだやなと、何か天下を取った人がいたら一緒に喜んであげて、あ自分がまだまだやなと、こうやって何か失敗した時に人が助けてくれた時に、あ自分はまだまだだなと、そして人を助けれる人にそれがなっていくんですよね。意外とですね、自分の仕事ぶりって、いい仕事って人を助けて、人に天下を取らせて、人を盛り上げていって、人がこう喜んでくれる仕事ぶりっていうのが、実はこの精神から来てるんじゃないかなと思います。自分はまだまだの精神、私もこうトップを走ってきましたけど、社長になり CEO になり、なんかもう地域の皆様のこうすごいねって言ってもらえるまでなりましたけど、常に私はもう自分がまだまだの精神で来たのが、もうつくづくその謙虚さですよね。それをこう背中合わせに来てきたような気がします。地域でこうもてはやされるんじゃなくって、地域の人の役に立つで、会社で持ち上げてもらえるんじゃなくって、パートさんや本当に高齢者の方の働きやすい場所を作る、でいろんな人のその役に頼まれた時には、なんか自分のプライドがこう高くなる、自分の地位が高くなると思うんじゃなくって、何かしらお役に立てれるならばっていう謙虚な気持ち、だからこのお役に立つっていう自分がまだまだの精神っていうのを持ち合わせながら、実は気をつけていったのが、おーい悪魔っていうのがあるんですね。これは父がずっと言ってて、細い頃から聞いてきたんですけど、これをですね、小林正観さんも言ってありましたね。ということはですね、これ調べたら仏教でも言ってるんですよ。仏教好きでしょ。もう仏教でも多い悪魔っていう、ここ多いは怒るなですよね。怒っていいことないんですよ。やっぱり切れて答えがね出ることもないし、いい方に行くこともないし、でこれ威張るな、威張ってる人に人はついていかないですね。やっぱり威張っていいこともないし、威張って結果が出ることもないし、威張ってですね、仲間を作った人ってあんまり見たことないです。でもこの威張ってっていうのは自分で気づかないんですよね。天狗になっている時っていうのは。だからそういう時には必ず教えが来ますので、その時に腹を立てるか、切れるかする人っていうのはもうそこまででしょうねと思います。おーい、あ、く、ま、
焦るなです。これですね、せっかちな人ほど焦るんですよね。だから時間をこう余裕を持って起きるようにして、前の日から準備をして、焦らないような自分を作っていくっていうのはものすごく大事です。焦ったらですね、失敗のもとですし、焦って結果が出ること何もないですし、答えが出るまで待つだけじゃなくて、その時に少しずつ仕事を片付けていく余裕を持つ。何でもそうですが、待ち合わせの時間に余裕を持って家を出る、用意も前をもって用意をしておく、で、前もって10分前に着くようにしていくっていう、焦らないっていう仕事ぶり、焦らない一日を作ることの方が大事だと思います。ちょっと余談ですけどね、焦ったら心臓がバクバクするでしょ。バクバクする人から早死になんですよ、実は。だからもうせっかちとか焦るとか心臓がバクバクとか、だからマラソンをずっとしている人っていうのはやっぱ長生きしている人いないんですよね。相撲取りさんもそうです。あれだけ太って戦って心臓バクバクしていってるんで、やっぱり穏やかさっていうのはやっぱり長生きのもとなんです。だからちょっとこの焦るなは気をつけられた方がいいと思います。それと腐るな、これもすぐ思い通りにならなかったらふてくされるとか、自分の思う通りにならないと嫌な顔をするとか、機嫌が悪くなるとか、子供に多いんですけど、おもちゃが手に入らないとそこでジタバタジタバタするとか、それをね、大人になってやっていくとみっともないっていうか、何も成し得ないと思います。大人と共に我慢するという、その腐らないような顔つき、笑顔で何があったって平常心っていうのをされていったがいいかなと思います。もうこれを多く言うまでもなく、迷わない自分作りですよね。迷っていいことはないです。決断の毎日ですよね、経営者は。この経営者ほど決断の毎日なんですけど、実は迷ってないんですよ。もう答えはですね、一つコツを言うと、もう寝るときに右に行こうか左に行こうか答えくださいねって言って寝て、朝答えが来るんですよ。これやってみたら分かりますけど、だいたい1年ぐらいで自分のものになると思いますけど、自分で答えを出すことほぼないです。何かしらこうどっちに行ったがいいかなって考える時に、自分中心じゃなくって、会社のためにどうしたらいいか、いろんな人のためにどうしたらいいか、地域のためにどうしたらいいか、それを考えた上で考えた上で考えた上で寝る時に答えをくださいって言って寝ると、自分を守っている守護霊さんじゃないけど、ちゃんと潜在意識が働いて、潜在意識からの声で朝目覚めた時に答えが出るんですよ。これは荒屋敷の訓練の仕方をもうちょっと深くやると分かると思います。不思議な話をこれからどんどんしていきますので、そこから荒屋敷の力を借りて生活できるようになりますよ。ちょっとこの自分の中の気持ちいい仕事ぶりをすることから始まって、おーい悪魔っていうのをちょっと自分の中で気をつけていって、いい仕事ぶりにちょっと変えていってみてください。そうするとね、何が変わるかって、自分の周りに寄ってくる人が変わります。で、お金の入り方が変わります。で、何よりですね、自分の顔つきが変わります。きつい顔から笑顔の顔に変わるし、で、吐く言葉も変わるし、悩みやすかった自分が笑えるような自分に変わっていきますし、で、何より昔はこんなちっちゃなことで悩んでたよねって言って振り返る余裕ができるんですね。ちょっと仕事からいただく財産というのはたくさんありますので、まずは気持ちのいい仕事ぶりするための、おーい悪魔っていうのを気をつけてみてくださいね。またねー。